アルファバットのラムダ、ワナワンカンダニエルとの特別な縁を明らかに、同じ事務所で練習して、いた、写真イコールマイデイリードボールファバットのメンバーがワナワンとの特別な縁を明らかにした。8日の午後、ソウル江南、カンナム、クチョンダムドン、チョンダムドン、ILCHI アートホール、3RD ミニアルバム、ニューワールドの発売記念ショーケースが開催された。タイトル曲、ニューワールドは、一目惚れした女性が見せてくれる新しい世界を、歌った曲で、ディープハウスをベースにしたエレクトロダンスポップジャンルだ。新しくメンバーに加わったラムダ、ラムダは、カンダニエルと一緒にデビュー組で練習生生活をしていた。過去にカンダニエルが、事務所が変わる過程について放送で話したことがある。当時、カンダニエルは事務所に残り、僕は軍隊に行った、と話した。彼はカンダニエルに、君が成功して嬉しくて誇らしい。ステージでダンスを踊る姿が素敵だった。僕もデビューしたからまた会いたい、と伝えた。リーダーのベーターは、ワナワンの、Always という曲のガイドボーカルをしたことがある。コーラスにも参加した、と付け加えた。2013年に9人で音楽界にデビューしたアルファバットは、ベータ、ベーター、エプシロン、イプシロン、ガンマ、ガンマ、カッパ、カッパの4人のメンバーに一度チームを再整備した後、シングル、欲しいを発表して韓国国内と海外で活動を行ってきた。今回、新メンバーラムダが合流して5人組でチームを再編成し、本格的な活動に乗り出した。こと、アルファバット、3RD ミニアルバム、NEW-ORLD、発売記念ショーケースを開催、パワーあふれるステージ。